ホームランハイプチャンネル登録をお願いします。エンゼルスのアルテ、モレノオーナー、MLB 公式サイトの電話取材に応じ、昨オフに大谷翔平投手と再契約できなかった理由を明かした。大谷はエンゼルスから FA となった昨年12月、10年総額7億ドル約1015億円という破格の巨額契約でドジャースに移籍。ブルージーズ、ジャイアンツからも同様のオファーがあったと言われるが、 新天地に西の名門を選んだ。モレのオーナーはマイク、トラウトと2030年までシーズンあたり3750万ドル、約55億8000万円で契約し、アンソニー、ベンドンは26年まで3850万ドル、約57億2000万円で契約したため、大谷翔平と再契約することは不可能になったと告白。大谷とは最後まで交渉を続けたが、 財政難でマネーゲームにはとても立ち打ちできなかった内情を打ち明けた。ゲンゼルスは昨シーズン、大谷に対する多くのトレードオファーを受けながらポストシーズン出場を優先するため全て拒否。結局、プレイオフ進出も大谷も逃してしまった。逃した魚はあまりに大きく、ゲンゼルスは今季、主砲のトラウトが左膝手術で5月に早々と戦線離脱するなど戦力が整わず、 球団ワーストを更新する99敗でシーズンを終えた。54本塁打、130打点でリーグに冠理輝き、チームをな、リーグ西地区優勝に導いた大谷の活躍とは対照的な屈辱の1年となった。その一方で、23本塁打を放ったザック、ネトウチアシュ23、20本塁打のローガンオホッピーホシュ24、同じく20本塁打をマークしたジョー。 アデルナイアシュ25と楽しみな若手も対等。モレのオーナーは若い選手が何人かいて、今まで以上に厚みがある。そして26年にはさらに厚みが増す。25年を見ている時は、25年と26年の組み合わせを見ている。私たちがしなければならないのは25年にできるだけ競争力を高めることだ。26年をより深くするためにも何かをしたいと考えていると巻き返しに自信を見せた。しかし、 トラウトの負傷。大谷翔平の不在エンジェルスの悲惨な24年シーズンを米放送局が総括かろうじて100敗をかれた。162試合を戦って63勝。球団ワーストの99敗。リーグ西地区の再開に終わったロサンゼルス。エンジェルスの2024年シーズンを米放送局 NBC。スポーツが総括し。マイク。トラウトの負傷。 大谷翔平の不在が悲惨なシーズンとしてしまったと伝えた。チーム防御率は4.56で MLB26 位。チーム OPS は671で MLB28 位。大谷がより良い環境を求めて去ったチームの期待は最初から高くなかった。申し訳ないが、最高のニュースは大谷の歴史的なシーズンがこれほど悪いチームで無駄にされなかったことだと記しながら、 かろうじて0敗をまぬかれたが、プレイオフ出場の可能性は一度もなかったと散々な成績を振り返った。特に大きかったのは、今年も繰り返された司法トラウトの故障による長期欠場だ。トラウトは左膝の半月板損傷でわずか出場29試合にとどまった。トラウトのいない打線は、シカゴ伊勢では最悪だった。アンソニー、ベンドーンも下降傾向が続き、こちらも例年通り故障欠場。 ミッキー、モニアックは打率219で、計418打席で114三振だったと不甲斐ない点を列挙した。投手陣も同様だ。期待されたリードでトマーズは17度の先発で防御率6.70と期待外れで、シーズンの大半をマイナーで過ごした。パトリック、サンドガルトグリフィン、キャニングは共に防御率5.00を超えた。これは野球チームとして大失敗であり、 この時点で優勝争いに加わるのは何年も先になりそうだと、辛辣な評価を下している。ポジティブな側面として同放送局は、若手の成長を上げた。23歳のザック、ネトは初の MLB フルシーズンで23本類だ、30盗塁、OPS761 を記録し、大きな飛躍を遂げた。 24歳のローガンオホッピーは136試合に出場して20本塁打。攻守で活躍できる星になり得る兆しを見せた。25歳のジョー。アデルも20本塁打。15盗塁の成績で、成功と言えるだろう。22歳のノーランシャヌエルも才能を見せた。投手陣で特筆できる数少ない存在がジャック。コチャノビッチ。23歳にして防御率3.99は侮れない数字で、 ボロ率は驚異の56.6%だったと、それぞれを表している。将来の展望については、大谷がいれば助かったのに、残念だとたらればを交えながら、星をホッキー、一塁手者の減る。遊撃手ネトには自信を持っているはずで、他のポジションはいかようにも改善できる。投手では24歳のデン、ジョイスが健康ならば、クローザーを任せられる。チームは再建に取り組んでいるようで、 本格的な競争力を持つには時間がかかるだろうと、数年は低迷すると見通した。それ以上の、大谷が去り、トラウトもチーム批判をするエグンの苦境に米メディアも嘆き大谷たちの全盛期を無駄にした。米メ,メディアザ、ATHLETIC の取材に応じたエンゼルスの司法マイク、トラウトはオフシーズンの2、3の補強が大きな違いを生むかもしれないと指摘、そして全てはオーナー次第だ。 そこが僕らのいる場所だと思う。プレーオフに出場したのはもう10年も前だと強い口調で訴えた。期待の天才が自分に劇を飛ばすのも無理はない。大谷翔平ゲンドジャースの引き止めに失敗して新シーズンを迎えたエンゼルスは、開幕から低調なパフォーマンスに終始、現地時間9月25日には1968年、1980年に並び球団ワーストとなる年間95杯目を喫した。 各言うトラウトも7月に左膝を負傷、長期離脱を余儀なくされ、戦力になりきれていない。そうした状況もあり、オーナーのハート、モレノトケリー、ミナシアン GM に戦力強化を直訴したのだろう。チームリーダーによる異例の要求には、地元メディアも過敏に反応する。米専門サイト HALO、HANGOUT は野球班なら誰もがトラウトのキャリアが無駄になっていることを理解している。 トラウトにも昌平、大谷のようになってもらいたいし、もっといい環境のチームを見つけてもらいたいと指摘。苦心の続くトラウトを思うがかった。トラウトはトレード拒否権を放棄してトレードを要求することもできるが、ミッキー、マントルのように、キャリアを一チームで過ごすことに固執している。大きな逆境に直面しながら彼が示した黒意識は非常に賞賛に値する。だが、最近の彼は態度を変えている。 そうした中でエンゼルスのファンを、トラウト、そして大谷たちの全盛期を無駄にしたモレーノを決して許さないだろう。そして他球団のファンはエンゼルスを嘲笑し続けるに違いない。球界屈指のスターである大谷が去り、ついには自分のスターが首脳陣を公然と批判する。この泥沼の状況からエンゼルスはいかに再建の道を見出すのだろうか。今、ニュースの詳細始めますね。 お楽しみください。オーナーへの不満は沸点に達したトラウトがついに移籍を希望。地元メディア生涯1チームに固執してきたが、考えを変えようとしている。ロサンゼルス、エンジェルスのマイク、トラウトがついに移籍するかもしれない。エンジェルス専門メディア h l o HANGOUT は、トラウトによるエンジェルスのオーナー、アート、 モレノに対する最新の批判は必要なものだったと報じた。トラウトの不満は沸点に達したようだ。同メディアの記事は、米メディアザ・ゲ t h l e t IC によるトラウトがオーナーのモレノを批判という記事を引用したものだ。ザ・ゲ t h l e t IC がトラウトのエンジェルスでのキャリアを振り返る記事を出した。トラウトの不運は明らかで、 エンジェルスはトラウトの周りに勝利の環境を育むことに失敗した。それは今でも続いている。ザ・ ATHLETIC の記事でトラウトは、オフシーズンの2、3の補強が大きな違いを生むかもしれない。すべてはオーナー次第だ。そこが我々のいる場所だと思うと、モレノに対して強い口調でチーム強化を求めた。これを受けて HALO、HANGOUT は、 トラウトが記者に話すのは久しぶりだ。野球ファンなら誰もがトラウトのキャリアが無駄になっていることを理解している。トラウトにも昌平、大谷のようになってもらいたいし、もっといい環境のチームを見つけてもらいたいと願っていると、トラウトのエンジェルス対談を期待した。トラウトはエンジェルスでのプレーを一貫して希望しているものの、24年3月の春季キャンク時に、オーナーの群れのトケリー、 ミナシアン GM に補強を直訴していた。当時、30本の本塁打を打てる打者が市場にいるとニューヨーク、ポスト氏の著名記者ジョン、ヘイマン氏に明かした。その当時、米メディアではロサンゼルス、ドジャースから FA となった JD、マルキネスを指した発言だと話題になった。それでもエンジェルスはトラウトに補強を確約せず、そして JD、マルキネスはニューヨーク、 メッツと1年契約を結んだ。結局、大谷翔平が退団したにもかかわらず、エンジェルスは最後まで目立った補強をしなかった。勝ちたいトラウトが、勝つことに興味がないオーナーとも称されるモレノに愛想を尽かすのは時間の問題かもしれない。MLB ファンが挙げる最悪オーナーの中には、ジョン、フィッシャー、ジェリー、ラインズドルフ、モンホート兄弟と共にモレノの名前が入ってくる。 こう記した HALO、HANGOUT も、エンジェルスのファンは、トラウトと大谷の全盛期を無駄にしたモレノを決して許さないだろうし、他球団のファンはエンジェルスを嘲笑し続けるだろう。もしデトロイト、タイガースがポストシーズンに進出すれば、エンジェルスは現在の MLB での最も長い期間10年、プレイオフに出場しないチームとして単独トップになるとしてオーナーを非難した。さっきに、 2023年、大谷選手が6年間に及んだ、エンゼルスとの契約満了を経て、ドジャースに移籍した後、エンゼルスの支柱は、やはりマイク、トラウト選手でした。ところが、エンゼルスにとっての大黒柱である、トラウト選手にトレードの噂が広まっています。果たしてトラウト選手は、エンゼルスを退団してしまうのでしょうかそれともエンゼルスに残留するのでしょうかトラウト選手は、 リーグ新人王、9度のシルバースラッカー賞、そして3度の MVP 受賞などを果たし、現役最強打者の一人として広く認識されています。2019年にはエンゼルスと、12年総額4億2650万ドルの契約延長を結び、同チームでの長期的な活躍が期待されていました。しかし、近年、彼のキャリアは、怪我に悩まされ続けています。そして今シーズンも例外ではなく、 トラウト選手はシーズンの途中で再び、左膝の半月板を損傷し、今季中の復帰が絶望的となってしまいました。トラウト選手は2024年4月29日のフィリーズ戦で、初めて膝を痛め、5月に左膝の手術を受けました。7月24日にトリプルイソルトレイクで、プレーを開始しましたが、膝の痛みのためにイニングで交代となり、その後のリハビリが予想以上に長引いていました。 そして2024年8月、再び MRI 検査で最初の断裂とは、別の新たな半月板の損傷が確認され、二度目の手術が必要となってしまったのです。トラウト選手は自身の SNS で、5月3日に半月板の修復手術を受けて以来、リハビリは予想以上に長く、困難を極めた、何ヶ月もの懸命な努力の巣、昨日 MRI 検査で半月板が裂けており、 再度の手術が必要だと分かり、ショックを受けた、今季中の復帰の望みは打ち砕かれた、と心境を吐露しています。トラウト選手の離脱については、ゲンゼルスのゼネラルマネージャーである、ケリー、ミナシアン氏の口からも、彼はひどく落ち込んでいます。私も同じです。私は感情的になるタイプではありませんが、同じ部屋にいて彼と一緒にニュースを聞くのは、辛いことでした、と語られました。また、 トラウト選手についてみなしアン GM は、これ以上プレイしたい人はいない。彼以上にこの建物、このファン層、このチームを気にかけている人はいない。来年戻ってきて70本塁打ーーを放ち、再び MVP を獲得するだろう。覚悟しておけ、と話しています。また、エンゼルスの論、ワシントン監督は、率直に言って、これはトラウトにとって、間違いなく電動入りするであろうキャリアの、 後半における驚くべき、そして不運な展開だ、とコメントしています。トラウト選手は近年、毎シーズン怪我に悩まされており、今後のキャリアに影を落としています。5月の離脱で、2021年から毎シーズン怪我により、離脱することとなったトラウト選手は、振り返ってみても、いつ怪我をしてしまったのかわからない。前日の試合で3回にダグアウトへ、戻ろうとした時はちょっとした痛みだった。 打撃も走塁も痛みはなかった。ただ腰を落として立ち上がろうとした時に、痛みを感じたんだ。前日の試合後、治療を受けると本当に痛かった。昨夜は寝るのが辛か,かった。一晩中ずっと痛んでいた。と辛い心境を語っており、加えて、ただイライラする。でも、それを乗り越えていくんだ。と前向きなコメントを残していました。特にトラウト選手が守る、センターフィールドという過酷なポジションは、 彼の身体に大きな負担をかけていることが指摘されています。メジャー歴代7位の通算630本塁打を記録している。ケン、グリフィー、ジュニア氏もこのゲームでプレイした偉大な中堅士の何人かを見てごらん。彼らの選手寿命は12年か13年しかない。それほど過酷なポジションなんだ。中堅士としてプレイしていると身体はただ打ちのめされるだけだ。センターの方向に飛んでくる打球は 全てフェアになる。ファウルゾーンがない。常に動き走り。バックアップしている。2週間センターでスタメンに入るのと、10年間やるのとでは違う。とても特別なポジションだ。と自身も守ったことのあるセンターフィールドの守備がいかに選手の体を疲弊させるかについて言及しています。さらにトラウト選手について、グリフィー、ジュニア氏は、彼がやってきたことを誇りに思う。彼は素晴らしい野球選手であり。 良き友人で、本当に良い人間だ。怪我をしても彼が誰であるかは変わらない。センターは毎試合自分の体を犠牲にしている。私もかつてスタッフから、気楽にプレーしてほしいと言われ、ずっとこのようにプレーしてきた、中途半端なプレーはしない、と答えたことを覚えている。それは彼も同じで、マイクはハードにプレーし、正しいプレーをするから怪我をするんだ、とトラウト選手の人間性や、 チームへの献身的なプレーを称えています。トラウト選手は2021年に36試合、2022年に119試合、2023年には82試合しか出場しておらず、2024年シーズンはわずか29試合での離脱となりました。これまでの復帰過程でも膝の痛みが予想以上に長引き、思うようにリハビリが進まなかったことが原因で苦しんでいます。トラウト選手は 毎日のトレーニングの後、翌日に痛みを感じることがあり、それが回復の妨げとなっている、と語り、完全復帰の道は険しいものとなっています。トラウト選手は、その輝かしいキャリアの中で、数々の栄誉を手にしてきましたが、2017年以降、彼は深刻な怪我に苦しむようになり、その度に長期間の離脱を余儀なくされています。特に、ここ数年の怪我はキャリア全体にも、 大きな影響を与えています。トラウト選手の怪我の歴史は、2017年に始まりました。この年、彼はベースに滑り込んだ際に、親指の人体帯を損傷し、手術が必要となりました。結果として、彼はその年の約6週間、試合から離脱することになりました。次は、2019年に右足の神経痛に苦しみ、これによりシーズン終盤の試合を欠場しています。 この怪我は手術を必要としなかったものの、彼のパフォーマンスに少なからず影響を及ぼすものとなりました。そして、2021年5月には、ふくらはぎの肉離れを起こし、この怪我によりシーズンのほとんどを欠場することになりました。当初は数週間での復帰が見込まれていましたが、回復が予想以上に遅れ、結果的にその年のシーズンの残りすべてを欠場することになってしまったのです。 2022年7月には肋骨の炎症が発生し、これが原因で再び長期間の離脱を強いられました。そして今シーズン、左膝の半月板を損傷し、2度の離脱と2回の手術を余儀なくされることとなりました。トラウト選手の怪我は、ここ数年の彼のキャリアを大きく左右しており、2017年以降は毎年のように、何らかの深刻な故障に見舞われています。 特に2021年から2024年までにおいては、648試合のうち266試合のみの出場に留まっており、約60%の試合を欠場していることになります。大谷選手が抜けたエンゼルスにとっては、トラウト選手はより一層欠かせない存在となっており、なかなか休ませることも難しい状況となっていました。今年で33歳となり、ベテランの息に差し掛かっている中で、 負担が大きくなっている状況から、トラウト選手型のチームに移るのではないか、という声も上がっています。マイク、トラウト選手は、2009年の MLB ドラフトで、エンゼルスに一巡目指名され、チームに入団しました。2011年にメジャーデビューをすると、エンゼルス一筋14年、その間3度の MVP 受賞をはじめとする、数々の輝かしい実績を築いてきました。 2023年シーズン終了時点での通算打率は301で球団歴代3位、1624安打は球団歴代2位、368本塁打は球団歴代最多、940打点は球団歴代3位、206盗塁は球団歴代2位と打撃のあらゆる部門でエンゼルスの歴史に名を刻む活躍をしてきました。エンゼルスの中心選手として、 長年活躍してきたトラウト選手ですが、近年のエンゼルスは2014年以降、一度もプレーオフに進出できていません。エンゼルスの戦績が低迷している中で、アルバート・クホルス選手の引退、大谷翔平選手の移籍など、主要選手の移籍や引退が相次いでいます。ファンやメディアの間では、エンゼルスの未来が危ぶまれる声も聞かれるようになりました。さらに、 トラウト選手自身も2021年以降、怪我による出場機会の減少が続いており、彼の成績にも影響を与えています。最新のシーズンでも、打率や本塁打数、打点などの統計は、彼の前世紀と比べて低下しており、同様に加工しています。この状況が、彼の挙手に大きな影響を与えていることは間違いありません。一方で、トラウト選手は2019年に、 エンゼルスと12年4億2600万ドルという巨額契約を締結しており、この契約がエンゼルスの財政状況に大きな影響を与えています。この大型契約が球団が今後補強に動く際の障害となっている可能性もあります。加えて、トラウト選手の契約には、契約期間中、所属チームから他のチームへ、 トレードされないトレードの拒否権を持つノートレード条項が含まれておりトレードを進めるには慎重な交渉が必要となるでしょうでは今後トラウト選手が移籍する可能性はあるのでしょうか米メディアのファンサイドはトラウト選手が移籍する場合の理想的な移籍先としていくつかの球団を挙げています例えばロサンゼルスドジャースはその候補の一つです 大谷翔平選手も移籍したこの球団にトラウト選手が加われば再びプレイオフの舞台で戦える可能性が飛躍的に高まるとされています。またフィリーズはトラウト選手の故郷に近く彼がフィリーズファンであったことから移籍先としても自然な選択肢と考えられています。フィリーズは過去2年にわたりプレイオフに進出している強力なチームでトラウト選手がここで再び 輝くチャンスがあるとも言われています。さらにファンサイドは、メッツの可能性も示唆しており、開幕カウダ、と伝え、さらに大富豪スティーブ、公演オーナーは、その膨大な財力でトラウト選手の獲得を実現し、ルイス、セベリーの投手、ハリソン、ベイダー外野手、ジェイディ・マルティネス外野手など、エンゼルスに加入すれば即戦力で戦える、トップクラスの選手をプロスペクトしていると、報じています。 さらに、ファンサイドは、米メディアザ、ATHLETIC の MLB アナリスト、スティーブン、ネスビット記者が、オッドキャスト番組で、トラウトはブレーブスにトレードされるだろう。エンジェルスの方向性に、不満を持っているからだ、と語った内容を引用して報じるなど、あらゆる移籍先の広報は出ています。過去にも、超大型契約の半ばに、トレードした例はいくつかあり、アレックス、 ロドリゲス選手は10年2億5200万ドル、20万110年の契約4年目を迎える前にテキサスレンジャーズからニューヨーク、ヤンキースへ移り、ジャンカルロ・スタントン選手でヤンキースも13年3億2500万ドル、20万1527年の契約3年目を終えたオフにマイアミ・マーリンズからヤンキースへ移籍しています。しかし、 トラウト選手自身は、ここ、エンゼルス、で優勝したい、という強い意志を持っており、エンゼルスでのプレーを続ける意向を示しています。彼にとって、エンゼルスでの優勝や、プレーオフ進出が大きな満足感を得るための、目標であることは変わりません。とはいえ、最近の怪我やチームの成績低迷が、彼に移籍を決断させる要因になるかもしれません。MLB アナリストのスティーブン、 ネスビット氏もトラウト選手がエンゼルスの補強に対して不満を持っていると指摘しており、彼と球団の目指す方向性が異なっていることが問題となっているようです。特に2023年のオフシーズンにおいてトラウト選手が補強を球団に求めたにもかかわらず、球団は十分な対応をしなかったことが彼の去就に影響を与えるかもしれません。また、 トラウト選手は大谷選手の移籍に対して寂しい気持ちはあるが彼の決断を尊重していると語っておりエンゼルスが今後も変わらないようであればトラウト選手自身も移籍を検討する可能性があると考えられます次にトラウト選手がエンゼルスにこだわる理由について触れてみたいと思います2011年にメジャーデビューし2024年で14年目を迎えるトラウト選手は 一貫ししててエンゼルスでプレーを続けてきました彼がエンゼルスに泊まることを選び続けた背景にはチームやファンへの深い愛着があるのかもしれません。しかし現在のチーム状況が改善されなければ彼が新たな道を選ぶ可能性も十分に考えられます。2012年シーズントラウト選手はその才能をさらに開花させアメリカンリーグの新人王に選ばれました。打率326 30本塁打、49盗塁という圧倒的な成績を残し、さらに盗塁王にも輝きました。彼の走塁技術や打撃力は他の選手を圧倒し、トラウト選手は一躍 MLB 界のスーパースターとなりました。その後も順調に好成績を収め、ついに2014年アメリカンリーグの MVP に輝きました。2014年エンゼルスはトラウト選手と6年契約を結びます。 この契約はエンゼルスが彼の将来にかける大きな期待の現れでした。そしてトラウト選手はこの期待に応えるべく自らのパフォーマンスを常に最高の状態に保つ努力を続けました。その結果彼は2014年までの間に3度の MVP を獲得し MLB のトップ選手としての地位を不動のものにしたのです。しかしエンゼルスはチームとしては プレイオフ進出から遠ざかることが多く、2014年のプレイオフ出場を最後に、その後のシーズンでは結果を残せませんでした。そのため、彼が6年契約の満票を迎える、2020年には、フリーエージェントとして市場に出ることが予想されていたのです。しかし、その期待は裏切られました。2019年、トラウト選手はエンゼルスと、 12年4億2650万ドルの延長契約を結び、事実上の生涯契約を締結しました。彼は、エンゼルスで、キャリアを終えることを選択したのです。この決断について、トラウト選手は、自分を育ててくれたチームに恩返しをしたい、と語り、他の競合チームでの優勝よりも、自分を育ててくれたエンゼルスでの成功に、こだわる姿勢を見せました。地元市、ロサンゼルス、 タイムズでエンゼルス版を務めるマリア・トーレス記者は初めからずっと私はこの場所にいたいと思っていました。エンゼルスとしてプレーした時間を楽しんでいましたし、チームや同僚たち、そしてファンたちを今後も代表することを楽しみにしています。とトラウト選手の声明をツイッターゲン X で紹介しました。また、当時メジャー史上最高額となった契約に 同僚でレジェンドのアルバート・クホルス選手は、球界最高の選手とここで僕のキャリアを終えられることは、大変価値のあることだ。僕にとって最も重要なことは、彼が球界最高の選手であるということだと思う。と語り、2016年にな、リーグ MVP を獲得した。クリス・ブライアント選手は、確かに彼はその額に値しているよ。彼は球界最高の選手でありながら、 おそらく史上最高の選手の一人だよ。彼が得たその契約について、何の疑問さえ持たないよ、と称えていました。トラウト選手はこれまでのキャリアを通じて、常に冷静で誠実な姿勢を保ってきました。トラウト選手はこれほどの実力を持ちながらも、決して自己主張を強くするタイプではなく、むしろチームの成功を最優先に考える選手です。2020年にエンゼルスと長期契約を結んだ際にも、 チームやファンのために自分ができることを全力でやりたいと語り、その言葉通り、チームの再建に向けて努力を続けています。エンゼルスがクレーオフから遠ざかっているにもかかわらず、トラウト選手は一度もチームを見捨てることなく、常に前向きな姿勢を保っているのです。トラウト選手のこの謙虚な姿勢は、多くのチームメイトやファンから尊敬されています。 現地メディアの ESPN によると、大谷選手が移籍し、新たなシーズンを迎えたトラウト選手は、トレード要求という憶測に対して、簡単な逃げ道。それがトレード要求だ。そういう日がいつかは来るかもしれないけれど、今はそんなことは考えていない。自分がエンゼルスとあの、12年の大型、契約を結んだということは、チームに忠誠を誓ったということだ。 このチームでワールドシリーズ制覇を果たしたい。このチームで頂点やプレイオフ進出を目指すことは簡単にここを去り、他のチームで目指すよりも満足感がある。それが今の自分の信念だ。と語り、さらにはモレノオーナーら、経営陣に勝てるチームになるよう補強を強く要望するなど、トラウト選手のチームやファンへの思いはかなり固いものであることがわかります。さらに、 トラウト選手は昨年3月の WBC で、侍ジャパンのクローザーとして登板した、大谷選手と対戦し空振り三振に倒れた試合の後、当時のエンゼルス監督のフィル、レビー氏に、自分にはこれが必要だった。この雰囲気でプレーすること、この瞬間、この経験が必要だった。自分はこのチームでプレーオフを戦いたい。その思いがどれだけ強いか、改めて気づかせてくれた。 トエンゼルスのためにプレーしたい思いの強さを語っていました。エンゼルスへのチーム愛にあふれるトラウト選手ですが、そのリーダーシップはプレイ以外のところでも発揮されていました。トラウト選手の2度目の離脱となる中で、エンゼルスのロン・ワシントン監督は ESPN のベースボール、クナイトに出演し、トラウト選手の近況について語りました。マイクは毎日ここにいて、怪我をした時でも、 私たちのミーティングに座ってミーティングに参加し毎晩後6位イニングベンチに降りてくるんだ取り出脱してもミーティングに参加し連日ベンチにも顔を出していることを明かしていますさらに彼はゲージにも入るみんなゲージを行ったり来たりしてウォーミングアップをしたり彼と一緒に座ったりして存在感を示している取り出脱しているという特別な姿は見せず普段と変わらないルーティーンをこなし チームをまとめていると語りました。怪我でプレーできない悔しさや苦しみを表に出さず、チームの成長のために献身的に支えている姿は、まさにチームリーダーの鏡と言えます。こうしたトラウト選手のリーダーシップについて、ワシントン監督も、今はマイクが子供たちに影響を与えることができるのはパフォーマンスではなく、クラブハウスでの彼の存在であり、彼は途方もない存在感を持っている。 とプレイ以外でもチームに大きな影響を与えている存在であると語っています。今回はトレードが噂されたマイク・トラウト選手についての現状とチームでの大きな存在感についてお伝えしてきました。チームを愛し、チームに感謝し、チームを強くするためにプレイ以外でも支えているトラウト選手は紛れもなくエンゼルスの精神的支柱といえます。 この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。トラウトはここ数年は怪我してあまりプレーしてないけど、打って走って守ってのマジすごい選手だよね。怪我さえなければ今年はホームラン王争いもしてた。人間的にも素晴らしいし、大谷も世話になった選手だから、絶対に復活してもう一花咲かせてほしい。 大谷はエンゼルスで大事に起用されていたので最初に選んだチームとしては正解だったと思います。近代野球で誰もやったことがない二刀流は誰もが懐疑的でしたし、他チームでは早めにピッチャーかバッターのどちらかに専念させられていた可能性もあります。大谷にとって MVP を取るような大活躍ができたのは弱いエンゼルスで優先的に起用されて成長できたからと思います。